県は7月の記録的な大雨に対応するため総額697億円に上る補正予算案を内示しましたこれは記録が残っている昭和44年度以降補正としては過去最大となります内示された補正予算案の総額は697億2000万円でこのうち大雨関連の予算は 六百四十五億三千万円に上ります。それでは主な項目です。被害を受けた道路や河川、農地の復旧などに六百十五億円が充てられます。被災者支援では、全壊などの被害を受けた住宅について、国の支援制度の対象に含まれない地域も同様の支援が受けられるよう県と市町村が支援します。 さらに、り災証明を受けた半壊以上の住宅に対しては、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、テレビの購入費を上限はあるものの、全額補助します。警察官2人の殉職を受けた対応としては、災害対応にあたるすべての警察官が装着できるよう、ライフジャケット、水難救助用のヘルメットを整備。観光面では、 風評被害などを受けた庄内・もがみの宿泊施設を対象に割引クーポンを発行します。このほか、暑さの影響を受けたサクランボについても予算が計上されています。高温対策に必要な資材の購入に対しては、費用の2分の1を補助。収穫期の分散に向け、佐藤錦からの品種転換を進めるために、 植え替えにかかる費用を1本あたり2000円を補助しますこれらの予算案は今月18日に開会する県議会9月定例会に提出されます